ゆうくりすのリアルタイム。こんばんは、ゆうくりすです。今回は観音寺駅にやってきました。ゆっくり見ていってください。多度津駅みたいに地下からホームに上がるようです。2番3番ホームです。4番ホームに7000系がいます。こちらは松山方面。銭形の町、まだ見たことないので行ってみたいなと思ってます。7000系の2両編成ってなかなか見れないんで新鮮です。観音寺駅、観音寺駅に来るのが2年ぶりなんでだいぶ空いてますよね。元山駅周辺には四国88箇所の元山寺があり、周辺には夢タウン水戸屋があります。夢タウン内にある写真プリンターでよく鉄道の写真を現像しています。宅間町行ったことがないのでまた行かないとって思ってます。でもなんかおしゃれすぎてなかなか行けないんですよね。観音寺駅から銭形まで結構距離あるかと思ってたんですけど、意外と近かったです。貨物列車と特急のすれ違い、初めて見る光景でなんか新鮮なんですよね。さあ、貨物列車の出発です。ここから松山貨物ターミナルまで行きます。7200系の普通電車の運用範囲ってどこまでなんやろうと不意に考えてしまいました。さあ、今日の撮り鉄のお供、丸亀城もなかです。あんこは自分で入れるようになっていました。次はフォトアルバムです。空が滲む。
し合い向かい合い喜び合う一つ一つ共にしてく日々が僕らの架け橋へと。以上ユークリスのリアルタイムでした。ご視聴ありがとうございました。